小沢一戦慶応4年3月14日は、江戸時代末期の尊能上伊橋氏、造船技師、彫刻家。本生は石田。署名を馬次郎。通称に画学助。父は石田半兵衛。伊豆国公、名村出身。安政年間に小沢一戦を名乗り、海の国に滞在し八大九条黒駒村の日の木、峰神社拝殿など、 山梨県内の自社に彫刻作品を残している。1857年には、掛川藩主、大田志功の許可を得て、松崎から遠州川崎へ行く水運船の建造を計画し、1863年に完成させる。その後、上京して、日本海と琵琶湖を結ぶ運河の改作を構想し、区下の高松保実に接近したという1868年の、 明治維新に際しては、民間の総毛所帯が勤労を唱え東国維新を伝え諸藩を強順に導くが、一戦は、上野国立場や諸藩士、岡谷茂美と共に、公家の高松保実の三男高松三村を隊長とする、官軍人部隊を結成する。一行は、京都を立つと、諸藩差し出しの兵を加え、同年2月1日に一戦は、小沢が学助を名乗り信濃の国から、 入り口する。海野国では、武田浪人や、神主、三武五白がこれに加わったという。もちづきなおや、海中遠隔誌によれば、一戦は、大家原宿において、上木十家城を発表し、海野国を武田時代の旧姓に戻し、武田浪人の士官と年貢減免を約束したという。高松隊は、同年2月10日に、直命の得ないまま、甲府城下に入り、 甲府城代、佐藤新、たたりらが応対する。間もなく、桑名から、正式な官軍の東海道総督府の使者が、甲府城へ到着し、高松隊は、直線を受けていないことを伝え、高松隊に帰郷命令を下した。高松隊は2月25日に、甲府を出発し東へ向かうが、笛吹川において、伊沢大官に渡河を阻まれ、 西へ戻ると、品濃国津滝宿で解散した。高松三村は経で、禁止となる。一戦は途中に羅崎において捕獲され、3月14日に、甲府近郊の山崎形状において処刑された。一戦の首は、日の木峰神社館主の無党劇が引き取り、上、黒駒村の無党家墓所に葬ったという。高松隊は、会の人々から嘲笑され、1915年観光の、 土屋美佐を、会の詩によれば、不要の奥義を連れ出し、深き巧みの十家城、この画学助と罵しられたという。郷土の尖閣者たち松崎町平成13年2月、P16、道具彫刻師、石田半兵一族とその作品松崎町文化財、専門委員会昭和53年3月31日、P15 有泉、P3 富士の富士の富士の、高木俊介。 明治新真相も運動し、会の資料修正第7巻、山梨県議会誌、第1巻付録書斎アリーズミ、P3 アリーズミ、P4 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 アリーズミ、P4。ありがとうございます。